岐阜実践経営塾は京セラ創業者の故・稲森和夫さんの経営哲学を学ぶ清和塾岐阜の後継組織で岐阜市橋本町の16プラザで開かれた例会には県内外の経営者や経営幹部らおよそ140人が参加しました例会では欧州連合所属国際外交団国連世界平和協会人権大使の奥健一郎さんが 稲森和夫、松下幸之助、中村天風に学ぶ経営の要定と題ししして講演しました奥さんは3社の考え方にも触れながら経営者の心得や不可能を可能にするためのヒントについて紹介しながら人間観、人間の見方を変えていくことが大切とエールを送りました。